ミーは、松下電機が NHK と共同開発した、アナログコンポーネント記録の放送業務用、カセット式 VTR。1985年に NHK 各放送局で使用開始、1986年に発売されている。M 規格の後継として、メタルテープを採用し高画質化を図った。テープ幅は1、2インチでベータカムや、家庭用 VHS。 ベータと同じではあるがハーフは独自設計で先に松下電機が VHS カセットをベースとして発売した放送用 VTR-M 規格とは互換性がない。ローディングメカニズムも VHS-M 規格の M ローディング方式を改め、より操作性に優れた U 規格、ベータ、ベータカムと同一の U ローディング方式を採用している。 ソウルオリンピック公式記録ビデオ方式に選ばれ、NHK には大量導入された。また、松下電器以外では、日本ビクターからも発売された。しかし、すでにソニーのベータカム方式が、世界中の放送局で事実上の標準方式となっており、その後、メタルテープを採用したベータカム SP の登場で追随されたこともあって、NHK 以外では、 ベータカムの画像を崩すことはできなかった。なお、NHK は、昭和期から、ベータカムシリーズも取材用として、並行運用しており、2017年現在、ベータカムの流れを組むハドカムシリーズで取材を行う、こともある。1991年には放送用から業務用へ、路線変更され、価格を大幅に下げた新ラインナップ、ミープロマインドシリーズを発売して、再出発。 それまで SVHS や有機企画が主流だった中小プロダクションや企業、松下電器の資本が入ったケーブルテレビ局などにもアナログコンポーネント、VTR が普及するきっかけを作った。松下電器はその一方で放送業務用の後継企画として D3VTR を開発、発売した。その後ソニーからも対抗として放送用ベータカムから機能を省略して、 低価格化した業務用2000プロシリーズが発売されているテープパターンは上端よりありがとうございます。